では、特急二次予選進出者のインタビュー、泉貴子さんにお話を伺いたいと思います。泉さんは、東邦女子高等学校音楽科から、そのまま東邦学園大学音楽学部に、進学されて、現在はさらに、勉強するためということで、東邦学園大学の大学院の修士課程1年に在学中ということでいらっしゃいます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。記録を遡らせていただきましたら、こちらの方の式なのデータベースで、A2 級、2003年に A2 級っていう一番下のね、未就学児のクラスに出ていただいて、A2 級に出てくださった方は特急の参加者の方にも本当にたくさんいらっしゃるんですが、その次が特急という これはかなりレアなケースなんじゃないかと思うんですが、A2 級の次に特急にチャレンジしてくださったということでいらっしゃいます。ちなみに A2 級の時のことって覚えてますか？受けるきっかけとかはあまり覚えてないんですけれども、なんか入賞者記念コンサートの舞台袖の記憶はすごいあります。あ、そうなんですね。はい。ちなみにそれはだから、未就学児、ね、幼稚園とか保育園の方のクラスだから、6歳とか5歳とか、6歳ぐらいですかね。確か年長さんだったと思います。そうですか、そうですか。キティナのね、コンペティションとしては、それ以来のボスなんか、今年特急にチャレンジしてくださったんですが、その理由というか、きっかけはどんな感じだったか教えていただけますか？はい。先ほどおっしゃっていただいたように、3月に大学を卒業しまして、で今大学院に進学してるんですけれども、まだまだ勉強したいなと思う曲はたくさんあって、でこの自粛期間中に自分でいろいろ譜読みしたり勉強したりしていく中で、こんなご時世ですけれども、このピティナの特急は変わらず今年も開催されるということで、ぜひ調整したいなと思って参加させていただきました。なるほど、嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっと選曲、プログラミングのこととかちょっと伺いたいんですが、まず全体を通じてっていうのかな、これはウェブサイト等で皆様にご覧いただけるんですが、すごく例えばフランスの音楽があったり、ドイツの音楽があったり、すごくバランスのいい選曲だなと、いろんな時代のいろんなエリアの曲を取り入れてらっしゃるなと思ったんですけど、この自分が勉強する作品を選ぶときっていうのはどういうふうに決めていくんですか？まずはやっぱり自分が弾きたいなって思う曲をもとに構成考えるんですけれども、このそうですね、二次予選は全部自分のやりたいなって思ってた曲で、で特にこの「鏡」は全曲を通して大学時代に勉強した作品で、ですごく全部大好きな作品なので、今回2曲選ばせていただいたのと、あとは、ダンテは憧れの曲だったので、こういう大きな舞台で弾ける機会をいただけて、頑張ろうと思ってるところです。なんかね、ちょっと前後しちゃいましたけど、スカルラッティのソナタから、と始まって、ショパンのエチュードは10の8、それからリストのダンテを読んでと、ラベルの鏡から2曲聴いていただくということで、なんかね、ちょっと南ヨーロッパの香りのする感じの、すごく素敵なプログラムですよね。なるほど、なるほど。この後ね、セミファイナル進んでいただくと、ハイドンの破調長のソナタ、それからショパンの24のプレリュードから、後半の部分ですね。それからバーバーのピアノソナタということで、またちょっと、二次予選とはまた違う感じの雰囲気なんですが、こちらはどんな感じに選曲されたんですか？バーバーは初めて取り組んだアメリカの作曲家なんですけれども、すごく自分にとって新鮮で、弾いててなんか刺激的で、でそういう曲をピティナーでぜひ弾きたいなと思ってプログラムに取り入れたのと、あとハイドンもとてもハイドンの中では明るくて、なんか単純そうに聞こえるけど、だけどすごく工夫しがいのある曲なので、すごくそれもいいなと思ったのと、あとショパンのプレリュードは、これも大学時代に勉強した曲なんですけれども、特に大好きな後半部分を今回は演奏させていただきたいなと思ってプログラムにしました。そうすると、さっきの、ラベルの鏡にしても、ショパンにしても、大学時代の総決算的な意味合いもちょっとあるような感じそでうすね。ですね。それと今回のこの期間中の曲と、
入り混じってプログラムを、うん、はい、構成させていただきました。うん、最初の質問に戻っちゃいますけど、まあ、それでもいろんなね、いろんな時代のいろんな、曲をバランスよく取り入れて勉強してらっしゃるなっていうのがあるんですけど、それは何かこう心がけているというか、まあ、それとも興味がすごく広いのか、どんな感じですか？好きな音楽はフランス音楽なんですけれどもだけどそうですね、すべての時代はやっぱり弾けるピアニストになりたいなと思ってるので、いろんな曲を勉強したいなと思ってます。うん、なるほど。あと、まあ、ちょっと違うお話で言うと、まあ、少しね、この期間中に譜読みした曲、練習した曲というような話も出てましたが、まあ、音楽やピアノを離れては、この、まあ、3ヶ月ぐらいでしょうか、ステイホームみたいなね、期間が続きましたけれども、どんなことをして過ごしておられましたか？普段なかなかしない料理をしたりとか、うん、あとはずっと始めてみたいなと思ってたギターを買って。ギター？はい、ギターを買って、だけど全然まだあんまり時間がなくて触れてないんですけれども、うん、これからちゃんと、なんて言うんでしょう、趣味になったらいいなと思ってます。なるほど。全くやったことなくて。あ、そうです、もう初めてです。いや、なんかきっかけを前々からやってみたかったんですか？なんか中学時代の友達がギター部に入ってて、うん、でその子に時々お昼休みとか借りて弾いてて、でずっとギターいいなと思ってて、で今回時間がたくさんあるなと思ったので、うん、ギターを、はい、購入しました。なるほど。ただ今回はとりあえず購入したとこまで行ってるっていう感じ。そうです、まだ全然練習できてなくてそうこうしてるうちにね、特急の予選が来ちゃいますもんねなるほど、なるほど。そうです。なんか音楽っていう意味ではステイホーム期間中にね、新しい曲も読んだり昔の曲も掘り起こしたり、何か新しいピアノに集中的に向かって新しい発見っていうのはありましたか？そうですね、もう今は対面レッスン参加、再開してるんですけれども、うん、しばらくオンラインレッスンだったので、うん、先生によっては音源を事前に YouTube に限定公開で提出してからレッスンしてくださるっていう形もあったので、うん、結構家で何回も何回も録音を、うん、なんて言うんでしょう、自分が納得するまで、うん、動画として撮るっていうのは初めてだったので、うん、僕それはそれで勉強になりました。うん、今は、大学院の、ね、1年生でいらっしゃるっていうことなんですけど、対面レッスンがちょっとだけ復活して、あとの講義とかはどういう感じの授業なんですか今？もう今はまた人数が増えてしまったの で、 そうですね、うん、オンラインに戻ったんですけど、一度だけ対面授業ありました。うんうん、ああ、なるほど。あ、はい、それはレッスンではなくて、普通の。あ、そうです。もう普通の授業で、うん、だけど、もう一回きりで多分、そうですね。勉強はもうないと思います。なるほど、なるほど。それによって夏休みがちょっと短くなっちゃったりとかは特にしないんですか？は、多分ないんだと思います。うん。なるほど。あと、主催者のね、ピティナとしては、伺って、みたいなと思ったのは、最初にご紹介したように A2 級の後にね、いきなり特急にチャレンジしてくださるということなんですが、実は完全にご無沙汰してたわけじゃなくて、その間にステップにはもうかなりの数、フリー15分とかでたくさん出てくださってて、数えたら71回出てくださっていたんですけれども、ステップはもうコンスタントにね、なんか利用してくださってたみたいで、どんな感じに使ってくださってたんですか？やっぱり本番の前にはその舞台で練習するっていうのは自分にとってすごく大切なことだなと思っていて、うん、そういう時にピティナのステップがアドバイザーの方がコメントもくださって、うん、緊張してやっぱり舞台で弾くっていうのは自分にとってすごく大事なことなので、それで何回も利用させていただいてました。なかなかね、試験前とか何かこう本番ちょっと弾いときたいっていう時に15分だけのステージを自分だけで用意するってなかなか難しいですもんね。そうなんですよね。で、ステップはずっとコンスタントにどの時期も開催していらっしゃるので、すごくいいなと思って参加してました。うん、ありがとうございます。じゃあ最後にね、ライブ配信で二次予選は画面越しに音楽を届けていただこうかなと思ってますので、聞いてくださる方に向けて、メッセージというか意気込みをお願いできますか？あ、はい。
このピティナという大きな舞台で第二次予選に進出できたので自分の今できる表現を最大限に、演奏で表せられたらなと思っております。はい、二次予選楽しみにしております。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。